おはようございます。釣り子 TV です。いよいよ100円均一のダイソーからこれルアーロッドが登場してましたよ。こんな感じでルアーロッドっていうね、今まで万能竿セットみたいなね、釣り具セットみたいなのはあったんですけども、こういう感じのこれルアーに良さそうだねみたいなね釣り竿が登場していたので、早速ね、2種類出ていたので2本とも買ってきてみましたよ。でね、これはね価格がね1000円ということでね、100円均一のダイソーですけど、まぁ、ちょっとそういう500円のラインナップとか200円のラインナップとかね、このルアーロッドに関しては、1000円で、1本買えるよっていうことで、まぁ、消費税入れて1100円ってとこですかね。ということで、釣り竿、ルアーロッドを2本増やしてみたんですけども、2200円かかったっていうね。早速ね、どんなルアーロッドなのか、開封していきたいと思います。まずはそうですね、180センチ、5.9 フィートのモデルですね。これをね、ちょっと開けていきますかね。こっち側のモデル、短い方ですね。長いのと短いのが売っていて、ね、これはまずですね、5.9 フィート、ダイソーの5級とかね、いう風になるんですかね、今度ね。はい。ケースから出してみましたけども、まずねグリップ周りはこんな感じね。はい、セパレートグリップですね。でリールシートは、こういう感じでね、こんな感じですね。でデザイン的にはもう真っ黒で、なんかかっこいいですね。なんだろう、言わなきゃもしかしたら分かんないみたいな感じのね、本当、無駄がなくシンプルな、シンプルすぎてちょっと文字とかも何も書いてないですけどね。あれだったらもうダイソーの DDD みたいなねマークね、どっかに入れてほしいですよね。あ、ダイソーなんだねみたいな感じで。で、早速ついてますかね。2ピースでこんな感じの継ぎ目になってます。はい、キュッキュッと。はい、これは結構ボヨンボヨンですね。これね、ボヨンボヨン。なんだろう。持った感じはね、結構ね、持ち重りしますね。さすがそこは1100円なんで、普段ね軽い竿とか使ってるんで。うわ、これすごいわっていう感じじゃないですね。これはまあ値段、相当な感じかな。結構ね、なんだろう、こうねボヨンボヨンしてるんですよ。こうわかるかな、ボヨン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 っていう感じでね、なんかね、ボヨンボヨンした感じなんで、例えばワームだとそうですね、ミドストとかのリズム取るのにはちょっと重めのジグヘッドでミドストとかするのには、あとは巻物とかね、なんかプラグを巻くようなんていう時はまあノリが良さそうな感じかな。この胴のあたりがねボヨンボヨンしてる感じっていうかね、なんだろう、丈夫そう、ね、昨今のパキンパキンにね軽くて張りがあってっていうそういう感じじゃなくて、多少何でもできそう。でもここら辺までこう曲がるこのボヨンボヨンな感じがね、なんと言ったらいいか、ダイソー1000円ルアーロッドのまず特徴かなっていうところですね。はい。で、説明書きのところを見てみると、適合ルアーウェイトはですね、6グラムから12グラムほどですねってことで、適合ライン強度は3ポンドから8ポンド。ね。
ナイロンフロロで、まあ、1号から2号に相当する、そんなやつでね、使ってくださいというところと、対象魚はね、ブラックバス、根魚、小型回遊魚などっていう風に書いてあるんで、まあ確かにこれでそうですね、カサゴ狙ってみたりとか、メッキ狙ってみたりとか、ね、あとはね、やっぱりね、ブラックバスはぜひ狙ってみたいなっていうところで、2ピースで、持ち運びしやすいんで、これが全国のダイソーにね、常に置いてあるような状況であれば、例えばちょっと旅先で、ちょっと釣りしようかななんていう時に、あ、ダイソー行って竿買っとくかみたいなね、そういうことができるかな。ここ根魚釣れそうなんていうね、漁港を見つけた時とかね、そんな時とか、あとはあーいいの池あるね、ちょっとバス釣りしたいななんていう時に、あ、ダイソー行けばあれ売ってるよなみたいな感じでね、ちょっとね使えるんじゃないかなね。黒でシンプルで、でガイドはね、これ何なんだろう、わかんないですけど、こんな感じのガイドね、これが一番バッドガイドで、こう来てこう来てこう来て先端に行くって感じですけども、 P ラインとか使わない方が良さそうですかね。溝ができちゃったりするのかなね。でもね、このなんだろう、ガイドの取り付けなんかもね、そこまで悪くないよなっていうね。結構ね、1100円の割にしっかりとした作りなんじゃないかななんていうふうに今、いじっていて思って。まあただね、最初開けてのこのね、ボヨンボヨン感はぜひ体験してみてもらいたいですね。すんげえボヨンボヨンしてるっていうね。今の竿にはちょっとない感じっていうか、まあ、春先のなんか箕面の巻物の釣りとかに良さそうな調子かな。魚の乗りはめちゃくちゃ良さそうであります。はい、というわけで、まずね、号泣の方を開けてみましたけども、お次はね、これもう一本買ってみたんですけども、210センチの 6.88 フィートっていうことで書いてありますね。こんな感じの仕様なんですね。同じく、スピニングで、ね、ベイトロッドなんかも今後出たりするのかな。まずね、このスピニング2機種が出たよっていうことで、はい、開けてみたらね、まあ、こんな感じなんですよね。まあ長め、さっきのに比べたらね、まず長めってところと、あとはまあコスメ的には真っ黒なね、何にも余分なところがない感じは一緒で、そんで長くなってるよっていうことで、早速ちょっとついてみますね。68、あー、これはね、長くなった分ね、だいぶ重く感じますね。ボヨンボヨンしてて長い。これ何に使おう、これなんかね、買ったから使いたいんですけどね。こんな感じの調子なんですけど、まあなんというか、よどみないレギュラーテーパーっていう感じですかね。で、ほんとね、最近の普通の釣り竿だと、結構このバット部分がしっかりしていて、先端の方はこういう感じっていうね、そんな竿はね、いくらもあると思うんですけど、このね、ダイソーのルアーロッドはね、ここら辺から曲がる。だいぶこのバットの方からね、ウィーンとね、曲がる感じがあるんで、それと、竿、だろうな、魚かけたらまあ面白そうですね。ちょっとこれで魚かけてみたいですね。はい、でグリップのところはこうい
ういう感じで、セパレートグリップで、こういう真っ黒ボディね。この次のところはどうなんですかね。こんな感じですけどね。まあ無駄なくシンプルにっていう感じですね。はい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 。ね。はい。1100円で2本、釣り竿が手に入っちゃったということで、5.9 フィートと 6.8 フィートで、ガイドの使ってるガイドは色は違うけど、ガイドの大きさはなんか大体一緒のものが、使われてるかな。こっちはね、5.9 フィートのはね、黒色のフレームで、こっちの、ですね、6.88 フィートの方は銀色のフレームですね。こういうことなんだな。その他の説明だとですね、これグラスファイバー製ですね。グラスファイバーだからちょっとボヨンボヨンした重い感じになっているのかな。あとグリップは EVA 樹脂製で、ございまして、自重がですね、6.88 フィートの方が約 150g っていうことですね。で、ですね、これ竿の自重も書いてあって、5.9 フィートの方は、117g っていうことで、同じく素材はグラスファイバー製でグリップは、EVA 樹脂製ということですね。いやー、これが出たことによってで、これね、リールはついてないんですけど、いよいよダイソーからなんか、リールもね、出てるみたいなんで、そのリールをね、買ったぐらいで、ついにちょっとね、やってみたかったね、オールダイソールアータックルで、ブラックバス狙えるんじゃないかなっていうね。実はね、リールは万能竿にリールついてたんで、そのリールを使えば、この竿と組み合わせてもうダイソー縛りでバス釣りできるなっていうのはね思ってるんですけど、ちょっとねリールも間もなくね近所に入ると思うんで、うちの近所ね海が近いからね釣り具コーナーすごい充実してるんですよね。なんで、それも手に入れて、でワームフックとかスモーラバとかね、あとジグヘッドとか、いろいろなものね、あとミノーから何からね、最近フロッグもありますけど、ダイソーいろいろなねものがラインナップされてるんで、まあそこら辺と組み合わせて、なんだったらそうですね、バッグとか、まあちょっと小物入れとかもダイソーで揃えて、ダイソー縛りで亀山ダムとかね、なんかねちょっといろいろやってみたいななんてね思うね、やつはあるんで、まずはねこれルアーロッドね、無事にかな、2本買うことができたんで、これを使ってね現場でのねインプレッションなんかをね、どんどん出していければなと思います。はい、ちょっと今までに持っていないような調子なんで、果たして俺に使いこなせるのかね。はい。まあというわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ダイソーにね、新登場した、ダイソーの、よく釣れる釣り具シリーズルアーロッド、これをね2種類買ってきてみてやって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。